はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第90回でございます。で、今回ちょっとテーマね、ふざけてすいません読み方ね、難しいと思うんですけど、一応イメージは夏休みでグイッと行こうぜみたいな感じで思っております。まあ成績を上に上げていこうっていうところですね。まあテンションも上げていこうってところもあるんですけど、で、サブテーマが生まれ変わる、あとは部活引退後に伸びる人が多いのはなぜと、まあこういった風な感じで話していこうと思います。で、今回は前回のね、ダラダラジオで、まあ、最後にもね、ちょっとテーマ告知しましたけど、夏休みってこう成績が上がる子が多いんですよ。実際すごく多い。で、まあそれはなんでなのかと、ね、全員伸びるわけじゃないのに、まあ、伸びる子が多いのはなぜかって、その共通点とか、まあ、そういうのも話していこうかなと思っております。あんま長くならないと思いますけど、なので、まあ、特に、まあ、中3生高3生とか、あとはその親御さんですね、なんかには聞いていただけたらなと思います。まあ、中2生とかでも来年のためにもね、今から大事なんだよっていうところを話していきたいので、それで、まあ、聞いてもらえたらと思います。じゃあ行きましょう。で、中3の子だとなかなかね、実感湧かないというか、へえ、そうなんだぐらいかもしれないんですけど、おそらく高3の子なんかはね、すごいなんか実感があるというか、周りに結構いたと思うんですけど、夏休みって終わった後にこう9月に学校行くじゃないですか。なんか目つき変わってる子っているんだよね、クラスで。俺みたいな。で、やっぱりこう、お前なんかすげえ、なんだ、チャラチャラじゃないけど、なんか勉強とかどうでもいいしって言ってたやつが、もう目つきが違うみたいな。そうで、テストをやってみて蓋開けてみたらすげえ得点が取れてるみたいなことが出てくるんだよね。で、そこまでいくともちろん劇的な変化になっちゃうけど、そうじゃなくて、まあちっちゃな変化だとしても結構ね、1科目20点ぐらい上がるっていうことがザラに出てくるわけだよ。じゃあそれはなぜかっていうと、まあ今回生まれ変わるって書いてるでしょ、サブテーマに。で、生まれ変わったような変化をしてくるんだけど、実は生まれ変わったわけじゃない、もちろんね。で、これね、一個大きな勘違いをされてる方が結構多いので、まあ、俺が思うことですけどね。多いので、ちょっとこれを話しておきたいんですけど、夏休みを始まるじゃないですか。で、そのタイミングから、よっしゃ、やるぜって言って、始めたから伸びるわけじゃないんですよ、実は。それで伸びる子もいますよ。いますけど。けれど、そうじゃなくて、実は、夏休みが入る前、その夏休みっていう、一個の大会ですよ、もう。持久走大会です、一つの。よくこれ話するんですけど、夏休みってさ、まあ、部活とか遊びとかで費やすと、あっという間に終わるでしょ。あれ？気づいたらあと1週間？みたいなことって結構あるじゃん、夏休み。けれど、勉強のために40日間、約ね、40日間使おうと思ったら、めっちゃ長いからね。うわ、まだこんなにある。とか思うから、普通に。そう。だから本当に持久走大会みたいな感じになるんだよ。受験勉強していく中ではね。で、その持久走大会と一個ね、例えを出しますけど、夏休みを持久走大会とした時に、そこまでにウォーミングアップというか、まあ、体を温められてるとかどうかによって夏休みでグイッといけるかどうかがかなり決まります。じゃあウォーミングアップって何かっていうね、とこなんですけど、これはもう今ね、6月7日にこの動画アップしてますけど、この夏休み入る前の段階で部活もクソ忙しいとね、部活がめっちゃ多分最後の大会とか、また最後の演奏会とかなのかな、吹奏楽部の子、吹奏楽部ちょっと長いのかな、もうちょっと。ちょっとね、わかんないですけど、こう一番佳境ですよね、もう最後の大会に向けてみたいな。部活もめっちゃ忙しいみたいな。っていう中で、まあ一日ね、20分、30分でも構わないから、毎日コツコツやるっていう勉強を、受験勉強やるっていうことができてる子。それが、ウォーミングアップになる。で、それができてる子っていうのは、夏休み入る、まあ、部活が終わった瞬間に、パッて切り替わるから、スイッチが。で、一気に駆け出す。もうパーンって持久走大会が始まった瞬間に、めっちゃダッシュできるから。マジでいけるの？みたいな。で、しかも、そのダッシュで走っていくんだけど、40日間走り切るんだよね。その子たちっていうのは。けれど、そうじゃなくって、夏休みが始まってから、こう、よっしゃ、部活終わった、持久大会があるらしいぜ、やるかって言って、走り出そうと思っても、体出来上がってないから走り出せないんだよね、最初。で、走り出せたとしても、まあ、そのね、ダッシュで走っていく子が一日で何時間とか勉強する中で、ああ、まず30分から行こうかな、みたいな感じで緩やかな風になってしまう。そう。だからもうその時点で差ができるからね、最初から。で、しかも、そうやって始めちゃった子っていうのは、やっぱ40日間持たないんだよね、体力が。バテてしまう。そう、まあいろんな誘惑もあるしね、結構。
なので今回ね、まあ、一番伝えたかったところはこう、まあ、6月7日に今回、ね、アップしたのは夏休みちょうどまあ1ヶ月前ぐらいでしょ、1ヶ月ちょっと前か。なので一番辛い時なんだよ本当に。部活にしてもいろんなことにしてもね、一番忙しいのを分かった上で、ふざけんなよと言われることも分かった上で話してますけど、今からやるかどうかがすげえ大事、うん、っていうかやってくださいって思ってる。まあ思ってたからね、塾講師の時はそうやって言ってたから生徒に、うん、で一番苦しいし一番きつい時だからこそ自分を追い込んでやれるかどうかってすごい後々自分の糧になるんだよね。そうだから、あのもちろんその勉強をすることによって部活のこととかおろそかにすることはない、ないけど、例えば1日20分とか自分の動画であれば、自分の動画1日1本でも構わないと思うんだよね。それを毎日やることってのがすごく大事なの、どんなに疲れててもいい。ただし体調が悪い時はダメ、うん、ちゃんと休む、いいね。なのであの夏休み本当にあげたいって、ね、特に部活忙しくて大変やったなって思ってる子は今からやると本当夏休み全然変わっていくので、そうやってもらえたらいいなとは思ってる。でもう一個ね、部活引退後に伸びる人が多いのはなぜっていうのを話すんですけど、でこれは例えばまあみんなの先輩とか、あとはまあなんだろうな、まあ親御さんであれば、まあ、知り合いのお子さん、その自分のお子さんよりも上の学年ですよね、なんかで話を聞くと、こう夏休み終わった後にすごい伸びたみたいな方がね、話を聞くことが多いと思うんですけど、これまあ俺も勝手に取ってる統計なので、もちろん一概には言えないんだけど、実は部活がすごい関わっていて、その部活のね、なんていうんだろうな、真剣度合いというか、そう、部活を真剣に取り組んでた子っていうのは、まあ、大体伸びるよね。うん、これはそのレギュラーを取っていたとか、例えばその、まあ、演奏会のなんだ、その楽器に選ばれていたとか、まあ、上手っていう部分だよね。そこじゃないの。そこじゃなくって、まあ、練習をコツコツ真面目にやっていたかとか、とそういったところがすごく大事。でそういった子っていうのはやっぱね、こう塾講師やってた時に、夏休みに入った瞬間に中学校3年生の入塾ってすごく多かったの、俺がやってた塾はね。で大体まあほとんどの方の理由が、部活も終わったんで勉強に切り替えたいと、うん、で話をしていく中でやっぱり部活のことって聞くんだよ絶対に。そうまあ最初はね、どこどこまで行きました、県体のとかね、全国に行きましたとかいろいろあるんだけど、でも最終的には部活をその子がどれだけ真剣にやってたかってところ話をね、こうまあ聞いて、でかん、まあ、あとあとこう夏休みを明けた時にこう比べていくと、その部活をねすごい真面目にやってた子っていうのは、まあ、9割以上伸びるよね確実に。まあ20点とか普通に伸びる、5教科で言ったら100点以上伸びる子はザラにいる、うん、でそれはなぜかっていうと、努力するっていうことができる子なんだよね。あの努力って勉強だろうが運動だろうが、何かの楽器の練習だろうが関係ない、全部に共通してる努力っていうのは。だからあることに努力ができる子っていうのは、努力のそのフィールド、物が変わっても努力することができるのね、うん、と基本的には思ってる。スイッチさえ入れてあげれればいい。やりたくない、めんどくさいって思っちゃうことは難しいけど、そうだからその部活とかがね、引退後に伸びる子が多いっていうのは、その努力をしてきた子が部活から勉強にスイッチを切り替えたんだよね。でそっからコツコツ努力をしてったから、だから伸びていく。でそういった伸びる子の中にもやっぱり多いのは、部活をやりながら実はちょこちょこ勉強してた。そうだからちょこちょこしかできなかったから、成績はね、例えば学年で真ん中とか真ん中で下の子もいるんだけど、それでも勉強はしてたから、そうやり方がちょっと間違ってたこともあるけどね、そうでもコツコツやるっていう、自分を追い込んでねっていうことができてたので、伸びるってことはすごく多いね。うん、けれど間違っちゃいけないのは、じゃあ今コツコツやってねえから夏休み伸びないかって言ったら、そんなことはない。ただ伸びにくいとは思ってるけど、うん、なのでまあ今回ね、この話をしてちょっとこうオブラートに包むというか、もうちょっと柔らかい表現で話そうかなとも思ったんですが、まあね、イラつかせてしまう子もいると思うし、ふざけんじゃねえよとな思われるかもしれないんですけど、でも大事な時期なんだよ、6月7日あと1ヶ月で夏休みなので、あのみんなが2月3月にね、志望校に受かったって、やったよ、やってよかった勉強って思ってもらうためにも、中途半端なアドバイスはしたくないので、そうだからぜひ、一番きつい時期なのは分かってるんですけど、ぜひちょっとずつでいいから、毎日
でも毎日が大事。いいね。少しずつこうなんだろうな、体を温めて、で夏休みいい意味でこうねグイッといけるように、そしてグイッといける子っていうのは夏休みメリハリつくから、遊びもグイッといけるから、絶対に24時間40何日間ずっと勉強しろなんてさらさら思わないからね。これは親御さんも絶対言っちゃダメですよ。これは絶対メリハリをつけなきゃいけないので、遊ぶときは遊ぶの。けれど、それがちゃんとメリハリつけて、両方とも充実するっていうものができるためには、今からがすごく大事ですので、ぜひね、まあ、その辺を参考にされて、参考にしていただいたらと思います。では、今回はハイチのダラダラジオ第90回。夏休みでグイッと行こうぜというテーマでね、喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回はまだ決まっておりません。ね、ちょっと何喋るか分かりませんが、また次回もね、撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃなくて聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。